2016年9月28日、夏の、東北百選行きましたけど、その続きで、また、東北の南、宮城、山形、福島かの百選巡りに出かけます。毎度になりましたけど、太平洋フェリーの基礎ですね、これで今日仙台に向かいます。まだ3時半で受付4時半、出港7時ということで、まだ時間がいっぱいですね。はい、この基礎何回も乗りましたけど、今日も基礎ですね。今回も約3週間か、10月の17、18日に帰ってくる予定で出かけます。じゃあまた。6時15分か、フェリーに乗船しましたけど、やはり平日だからかなり空いてますね。まだ出港までは30分以上あるか。はい、フェリーの晩飯はスーパーの寿司と刺身と、なんだこれは、唐揚げ、はい、唐揚げと焼き鳥。あ、激辛は置けなかった？なんか串カツみたいな。あ、串カツの代わりに唐揚げにしたんだ。で、家で持ってきたゆで卵ですね。はい、風呂上がりのビーフです。まあ、ゆっくりやれますね、今日は。時間はいっぱいあります。ちょっと夜景写してみようか。まあ、そうか、大したくないって言えば大したくないか。よっしゃ。はい、定刻通り出港しました。なかなかあのブリッジ綺麗ですね。レインボーブリッジか。あ、レインボーブリッジはトリトンか。名工トリトンでした。はい、これは名古屋港の夜景ですね。雨で誰も外に来ませんけど、何回目やこの景色。あ、まあ何回も。
仙台に、予定よりちょっと早く4時20分に仙台港フェリー入りました。そしてここは東北道の長者原というサービスエリアですね。今日はここで泊まります。もう日が短くなりましたね。5時半前にもう東北は暗くなってきてますね。実は何を隠そう、9月29日、私の日ですね。あ、今日66回目。あ、そう言われる。今日はじゃあ今日あそこのスナックじゃなくて聞いたんだね。最初から豪勢に行きましょう、うん、今日はねフェリーの中はくちゃくちゃ失踪できたから一銭も使わなかったろ。フェリーの中持ち込みで、はい、ということで今日はここで泊まります。明日からですね百戦巡りは開始です。さあ牛タン、これにしようかな。牛タン塩定食、うん、1600円。うん、もう安いじゃん。この前ともっと高かったよな。うん、ご飯ついてなかったもんね。肉だけで牛タン、豪華な誕生祝いになりました。この、うん、牛タンね、3つに分かれてるんですよ、うん、先と真ん中と根元か、うん、こっちが一番柔らかいそうですね。牛タン小定食、なんかでもこの牛はアメリカ産の牛らしいですね。はい、じゃあ誕生祝いの牛タン定食でした。めちゃくちゃ美味しいですね。うん、一口食ったら柔らかい。うん、でこの一番柔らかいやつ食ってる。今食ったんか。うん、今柔らかい方から食ったん。硬いやつから食ってるから。これ先っぽ？うん、根元だろ。うん、美味しいですね。良、うん、かったですね。牛タンに預かりました。うん、終わり。豪勢。